もらうんじゃなくて私が降りました。これで解決ですね。ただいま。モバイルバッテリーは充電してないんです。充電します。はい、ただいま。やばい、お腹空いちゃった。10時か。ただいま。他のとこ行ってたの。やばい、なんか今初めて言った、メンヘラみたい。他のとこ行ってたの。まあ人生ってそのもんだよね。キハハ、さちゃん口癖。そうめんいいね。そうめんあと煮束だけある。なんかね、お昼にマック食べたんですけど、お昼じゃなかったのよ。そうだからなんか15時ぐらいに食べて、だからさっきまでお腹いっぱいだったんですよ。で今お腹すくっていう、一番良くないよね。ここで食べちゃダメだ、己と戦うんだ。今マック食べすみ、いいのいいのいいの。じゃあさっちは何マックを食べたでしょう今日。あ、ほら、みんな気になってる。はくふ。そう、チクタクチクタク。サチは辛いのが好きです。正解は期間限定のペペロン、なんだっけ、ペペロン、ペペロンチーノじゃなくてペペロン、なんか辛いチキンの期間限定の、そう、魔女の宅急便のやつ。ちょっと扇風機寒い。食べました、美味しかった。でも結構辛かったから、辛いの同じね、胃袋界隈にしたいなって思ってるけど、辛いの苦手な方は食べない方がいいか。結構辛かった。でも買って新幹線待ちがすごく長くて、そう長くて、マック冷えちゃって、せっかく私マックね、新作が出たら1回食べるっていう決まりにしてるんですよ。そうだから、あと次の新作1ヶ月後ぐらいかな、くらいまで食べれなくて、そうそうなんですよ。え、新作は割と全部食べてるかも今のところ。わかる、今回の3種類は結構悩む。そうなんか、ごめんなさい、かなおちゃんの配信まあいいでしょ、サッチーのを見てくれるから。そうなんか辛いもの欲が最近すごくて、だから辛いのにしたけど、そうジャーマンポテトがめっちゃ気になってる。そう、サチさんほんまに可愛い、ほんまにほんまにほんまに嬉しいわそれはそういつかさ全種類買いたいんだよね、一日 で全種類食べたいんだ。そうで、マックのさポテトってさ店舗によってさ塩加減全く違うくない？そうって思ってる。そう昔中学生の時にそういうのにハマってて塩を多めしたのね。サチはポテトに塩をちょっとかけてくれるかと思ったら、塩が袋に入って出てきてびっくりしました自分で塩をつけてくださいって感じでした。だからびっくりした。そうなんかケチャップくださいとかもできるみたいですよ。あと何があったかな、あとなんだっけな、なんか結構できるみたいです。そう今年の月バーわかる、月バーが毎年さなんかランク3つあるじゃん、普通のとチーズと、もう1個のさ一番最上級のなんかさ毎年違うから
関わる楽しみだよね。去年はなんでグラコロ食べなかったのだろう。なんか多分ライブが近かったのかな、なんでか忘れたけど、グラコロ食べてないんですよ私の。グラコロがだから絶対にグラコロを食べたい。でもまだめちゃくちゃある、グラコロまで耐える私。マックと蒙古タンメンは本当に定期的に食べたくなっちゃう。その毎年出る系だとあれが好きですね、てりたまが。蒙古タンメンは私はカップラーメンです本場はマックの飲み物はいつも、なんかずっとカフェラテ飲んでたんですけど最近なくなっちゃって、そうカフェオレどうだっけ忘れた。アイスティーですかね。本当はコーラが飲みたいんですけど、なぜかねこれブログにも書いたんですけど、なぜかそこだけね罪悪感が生まれるんですよ。レギュラーメニューはね照り焼きが好きかも。レギュラーメニューでも全然食べないそうスパチキとスパビーも好きだった。あとあごめん全然食べてたわスパチキとスパビーとあともう一つなんだっけ。てりたまじゃなくて卵のやつがね好きです。普通のだったら。蒙古タンメンあれでしょ、北みたいな、北極、北極タンメン、北極麺、辛いってゆいなちゃんが言ってた。そう500円セットのね学生の時はよく食べてましたね。あ江口それです、それです、江口エッグチーズバーガーも好きです。卵がプリプリ、そう美味しい。ここまで来てくれてありがとう。朝マックも美味しいですよね、わかる。ハロー、アタクピ一人称面白すぎでしょ。アタクピにはビッグマック、そうビッグマック食べたことないんだよね。みんなビッグマックってどんな味なの。なんかビッグマックソースめっちゃ早口、ビッグマックソースがさなんか美味しいってよく聞くんだけど結局食べてないんだよね。食べたことある人教えて、どんな味。めっちゃうまい例えでよろしくわかりやすい例えで。でかいだけ、そうなの？なんかビッグマックのドレッシング、ビッグマックのソースが美味しいって聞いたんですけど、ちょっと酸っぱめ。そうなの？大きいだけか。あれ？そうなの？なんだろう、聞き間違いかな。じゃあ見間違いか。そうオーロラソースってやつ、そうハンバーガー2枚。あ、じゃあがっつりマジでめっちゃがっつり行きたい人よみたいな。なるほどね。チーチーダブチーもね本当は食べたかったんだけど、そう、いい話せた。うん、飲み会。いつか食べたい。突然のスクショ？スクショ？体重管理は一応してます。一応
応東大ですみたいな感じで一応してますね。サチの悪いとこはちゃんあの節制するんですけど、一回ねネジが外れたらバババババッ食べちゃう一日。よくないよね。だから食べないいいんですけど、でもね食べなきゃね。ラーメン食べたいな。じゃあ今一番食べたいもの言おう。せーの、ラーメン。でもさ確かにさ、なんかよく食べる話してるじゃんさっち。でもみんなの前でさいっぱい食べてるとことか見せたことないよね。チャーハン食べたい、家系ラーメン食べたい。ちょっといちごちゃんへいつ行くんですかいつ行くんですかってね。いちごちゃんもう10個ぐらい約束してるけどどこも行ってないわあーしゃぶようだけちゃんと約束果たした。そう明日ゆいなんかあ、ちょっと食べに行こうかな自分ちょっとくださいなーって。なんかゆいのとケーキっていいね、似合うね、かわいいな。ゆいのとさまだ出会って1年なのにさ今日ゆいかちゃんとかなとさ一緒に帰っててさ、いやゆいの真下で18歳かーとか話しとったんよなんかもう急に大人だねとか話しちゃったけどさ、よく考えたらあのまだ全然出会って1年だしさ、その小さい時から見てきたわけじゃないのにさどんな話しとんやろうと思って。でもなんか17から18ってなんか一気に大人になった感じはありますね。いちごたんに言っておきます。あ、言わないで言わないで、絶対サッチがって言われるから、サッチが予定立てないからって言われるからそう、いいね、みんな美味しいもん食べよう一緒に。そう、そう親目線何クォーターパウンダーってなんじゃそれは。誕生日配信はまあショールーム暇炊き配信だしっていう理由をつけて、ケーキとラーメンといっぱい買っちゃおっかな。みんなは許してくれるけどね、自分とうん、そう大阪はマックを食べましたあ、お寿司もいい。ピザも食べたいけどピッツァ高いんですよ。そうホールケーキ食べたい、ホールケーキ食べたい。でもお母さんはねあの頑張った後とかはねあの心よく許してくれます。そうなぜかマックの通知だけお母さんに行くんですよ買ったら。そうなぜか本当になぜか本当になぜかマックだけ通知が行くらしくて、そうだから怒られるというか怒られはしないんですけど、またマック食べたんですかって言われるから、はいってよく言う会話をするんですけど、食べ過ぎないようにねっていう会話をよくするんですけど、あの怒られる前にあのマック食べたいな、食べちゃうかなって匂わせをしときました。でもそしたら今日は食べていいんじゃないって、えありがとうって感じで、そう食べました。そうねえ謎だよね、なんでマックだけ。そうさちゃんステッチありがとう。そうよく分からんけど、そういや許可制ではない、全然自分で食べてるんですけど、あとね、てかね食べたもん私報告する癖があるんですよ、今日のご飯って。そうで全部隠さず言うから、そうかわいいママ、そうママは世界一かわいい。
やっぱ今の映画はちょっと不気味だよね、みんな見ないでね、ごめんね、不気味な笑顔しちゃった、ごめんね。あ、めっちゃ まぶたが変だった。そう、こんばんは、初見さん来てくれてありがとう。そう、サッチーから教えん、ママに、ママに教えんするの。それはちょっと嫌かも。そう、ママも可愛いの。そう、ママと仲良しなの。家族のこと大好き。食べてる、え、どういうこと、どういうこと、えって書く、え、それともサチが答えてる図ってこと。ミューパママの声かわいいけど、え、ミューパママの声聞いたことない。そう、こんばんは、来てくれてありがとう。あ、え、違うっけ、なんか誰か電話してた時聞いたな、あれミューパママだったっけ、忘れた、忘れました。確かになんかみんなのお母さん全然わかんない、会ったことない。でも自分ユーナのお母さんと電話したことあるよね。そう、ユーナんち行って夜電話してて、お互いお母さんと、で、さあ、あさきでーすって自己紹介した。そう、ダッチ来てくれてありがとう。めっちゃ前だけどね、本当にめっちゃ前、1年前とか、ちょうど1年前とか、7月とか。ただいまさっち、おかえりおかえり、どこに行ってたのか分からんけど、サチさん、あちあちだね。そう、暑いですよ、もう。サチのおすすめ浴衣、浴衣おすすめだよ。あと1時間ちょっとで買えなくなっちゃうから、みんなぜひおすすめです。扇子とかさ、夏限定なんじゃないかな、勝手に思って。こんばんは、来てくれてありがとう。なんかちょっと髪の毛ボサボサだな。あ、忘れてた、すごいなんか強調がすごい、びっくりマークがサチもよくそれ使う。え、忘れちゃダメだよみんな、あと1時間ちょっとあるから、一緒きみんなに、みんなで見せてね、買ったよって。あ、アクスタもあるよ。アクスタなんかね、ちょっと振り向きみたいな感じでしたね。そう、いや、ありがとう、サッチの浴衣クリアポスト、ありがとう。え、ありがとう。おすすめありますか、扇子かな、扇子おすすめです。あとキーホルダーおすすめ、でもまあ全ておすすめですね。え、嬉しい、浴衣のサッチ、見返りビジネス、あら、本当にですか、嬉しい。見返り、振り向き、それだ、見返りだ。ちょっと足伸ばす、痛い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 です。自分も推し活したい、生写真買いたい。あれ、結局桜坂のグッズ一緒に買おうって言って勝てないな、結局二人とも口だけや。そんな、二人が大好き、二人っていうのは自分のことね。でも生写真ランダムでさ、推しが当たる確率は低いけどさ、ワクワクするよね。今日も可愛いな、そうな、そうな、そう嬉しいな、そう、こんばん来てくれてありがとう。部屋がサチで埋まってきました。え、見てみたい、どんな状況なんだろう。
みんなグッズでもどうしてるの？ね、低いよね確率。今日は日向坂さんの、え、そうなの？リアルミーグリ行ってみた。いっぱいやってみたいことあるんですけど行動力なさすぎて。そう、旅行とかもいっぱい行きたいんですけど。そう、おはこんばんにちは。やばい、今ね背骨が曲がってる感じがあってすごく嫌だからちょっと伸びてくる。あ、やばい、ぶちカーテンカーテンよいしょ。そう、リア充アクスタだらけなの？サッチじゃなくて。ほらもう動揺しちゃって髪の毛落ちてきたじゃん。初見です、ありがとう。そう、本棚いいよね。いいな。え、いいね、サッチも買おうかな、グッズ。でもグッズってどうやって買うの？だって帰ってきてさ、アクスタ並んでたらテンション上がんない？うん、ただいまサッチ。あ、自分のを買うわけじゃないよ。あの、しずきさんとか桜坂の推しの方買って、テレビ台の前とかに飾ってて、うん、サッチただいま今日も使われたよって、ちょっと自分語りかけようかな。そう、幸せだよね。そう、正直前からの手当たりで、あ、二股を公言してるんですね、許しましょう。毎日サッチーカレンダーのやつ大事、嬉しい、届いてるよ。そう、アクスタ欲しい、一緒に撮るやつね、アクスタと。やりたい。しーちゃん推しなの？え？え？え、でも大園レイさんも結構来てるんですよね。でもしずきさん、でもしずきさんで桜坂さん好きでちょっとハマってたんですけど、しずきさんでもうどっぷり片足落ちました。うわー、溺れるってなりましたね。そう、だからきっかけはしずきさんです。こんばんは、こんにちは、来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。自業自得踊れる。くー、踊れません。ここだけ踊れる。チャッ、カッチャッ、ドゥーン。え、この話してないよね、さっちさ、7月1日にさ、なんかすっごいお腹空いてさ、そう、なんか結構予定詰まってて、すっごくお腹空いてて、なんか、あ、疲れた、でも家帰って何も作れないよって思って、雨だったの、しかも雨だったのね、うーって思いながらね、一人でトポトポ歩いてたの。あー、ちょっとなんかテンション上げるためになんか食べに行こうと思って、そう、なんか食べに行こうと思って、そう、何食べようかなと思って、あ、丸亀製麺食べたいと思って、一人でこう雨、ザーザーの雨の中ね、しかもちょっと疲れてるんで、疲れたザーザーの雨の中こう一人でトポ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 歩いてたんですよ。え、着いたと思ったらめっちゃ行列で、そう、1日が半額の日だったんですよ。サッチは丸亀って結構空いてるイメージだから、なんかその3時とかお昼時とかじゃなかったら、そう、だからすんなり入ってこう一人で、そう、ニコニコ満足げに食べようとしたらめっちゃ行列で、そう、食べれなくてめっちゃショックでしたっていう情報があったの。結構最近の出来事でショック。あの、半額やってたから、そう、みんないましたね。そう、そう、ショックだった。そう、うどーなつも食べたいんだよね。こんにちは、しきさん来てくれてありがとう。あ、40分になったら終わろうか。45、もうちょっとしたら誕生日ます。それだ、釜揚げだ。ドーナツ食べてない、食べたい。え、天ぷら絶対つけますよ。お疲れ様です、来てくれてありがとう。
そう、しかも雨だったからさ、そう。サチ来てくれてありがとう。嬉しい、ありがとう。でもカツ丼も気になってる、うどん屋の。うどんは美味しかったよ。でもなんか、トウカさんの時に、なんか試食配ってて、ウオーナツの発売前。で、めっちゃ美味しくて、そう、美味しかったのめっちゃ覚えてる。だから食べたいんだよね。サッチはマイタケです この前ヒータンとさ、ヒーちゃんとさ、丸亀行ったんだけどさ、マイタケの天ぷら買う人初めて見たって言われた サッチマジで、なんか人と味覚違う気がする。でもマイタケって美味しいやんね。ね、スケさんうどんだったかな、どこだっけな、マイタケうどんがあってさ、 ST ってこんな可愛く、嬉しい。ぜひ STU の沼にはまりませんか そこはさきと言います。嬉しい。ぜひぜひ。ぜひぜひすぎます。そうだよね。美味しいよね。そう。まいたけの天ぷら大好き。うまいたけです。うまいよきさんですよ そう。そう。ようこそ STU へです。STU はいいですよ。スチスチありがとう。うまいよきさん。まいたけの天ぷら本気で美味しい。じゃあそろそろ壇上読もうかなと思います。急にごめんね。今日はちょっと急に終わっちゃうんだけど。ちょっと急だけど終わろうと思います。ということで、壇上を読まさせていただきます。マジで急だね。ごめんね、なんか。マイタケの話して、急に壇上。それでは、13位、ギルスさん。12位、ミシェルボーイさん。11位、トンさん。10位、リョウジさん。9位、ケスティンさん。8位、台湾のコウさん。7位、20世紀ともちゃん。6位、ミヤヒーさん。5位、モミジさん。4位、ロケイティさん。3位、クマネパパさん。あ、ロケイティさん、タワーありがとう。ありがとう。3位、くまねパパさん、ありがとう、タワー、ありがとう。2位は、のぶさん、ありがとう、ありがとう。そして1位は、タイピーエンさん、ありがとう。なんか額縁の、すごいタワー、ありがとう。またスクショ、可愛ければ載せてね。もし事故ってたら、ちょっと NG でお願いします。ということで、皆さん、本日も配信見に来てくださって、ありがとうございました。今日はね、大阪、ララポート、堺さんで、チアアップのダンスのイベントありがとうございました。すごく楽しかったです。また大阪行きたいですね。ということで皆さん、23時59分までなので、浴衣ぜひグッズゲットしてくださると嬉しいです。ということで、みんな明日お話し会なので、来てくださる方は待ってます。おしましも待ってます。ということで、みんないい夢見てね。じゃあ今日も一日お疲れ様。またね。おやすみ。ありがとう。またね。また明日。